毎朝6時チャンネルむっちゃ今日使える日本の歴史、毎朝皆さんとお会いできることを楽しみにしております。よろしく。こんにちは。第73世竹内の好きね、竹内むつゆるです。今日は7月の20日、何があったかというと、平野国臣が死んだ日です。平野国臣、変わった人でした。武士なんですけど、狩り犬を着て公家の格好をしてました。で、お公家様でしたかって大名が自分の籠を降りて、お公家様こちらへお乗りくださいと言った異常な状態でした。完全に天皇中心でした、武家なのに。周りからもそう見られてました。国御身ですからね、国の御身って名前ですから。考古学者です。その方が死んだ日です。面白いですよね。大名が自分の籠を降りて平野に籠を貸すなんて、お公家様だ、ご公家様だと思ったんです。なんでかというと、平野国臣が武家なのにいつも狩り犬を着てたんです。まあ僕みたいに狩り犬を着てるやついるんですよ、たまに。それで大名がお公家様だと思って籠を貸したんですね。いい話です。戦って死にました。実は無人だったんでしょうね。でも悔いはなしのはずです。国の家臣という名前を自分につけたんだから、国を悔いはなし、そう思います。まあでもひっくり返りますよね。田舎でお国様に会うっていうのは普通いませんから。国名は国ではないですよ。でもまあ悔いはなし、国は御身だったんですね。そう思います。そして今日は岩倉具視が死んだ日です。まあ岩倉具視というと、僕の生きていた若き日は500円札でした。なんか岩倉具視って誰なんだろうと勉強するまでよく分かりませんでした。しかしこの人がいて明治政府が成立したんですね。500円札、が岩倉具視だったのはなんでかというと、今の近代社会ができた基本を作った基礎になった人です。すごくあの子供の頃からいつも顔を見てるから覚えてる顔です。あのお札って結構変わるじゃないですか。この変わり方についてもいつか、紙幣史の、授業というか、まあご覧帳ライブラリーでも紙幣史やっていきたいと思いますが、なんで板垣大輔なのかとか、なんで樋口一葉なのかなんて語っていきたいと思ってます。では皆さん、次回も